おはようございます。星野瑠璃です。2020年天皇賞秋の予想ということで、今年の天皇賞秋は12頭と少ないんですが、かなりいいメンバーが揃いました。どの馬も馬券に絡むというチャンスはありそうなので、オッズが割れて配当はそれなりに良さそうかなという気がします。データから分析して、できる限り点数を少なく今回は狙ってみようかなと思っております。それではデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、毎日王冠組。過去10年で見ると11頭が馬券に絡んでいます。今年出走する毎日王冠組はダイワキャグニーとカデナの2頭となっています。続いてデータその2、休み明けの馬。過去10年で見ると11頭が前走から3ヶ月以上の休み明けとなっていた馬です。今年は休み明けで出走する馬がアーモンドアイ、ウィンブライト、クロノジェネシス、スカーレットカラー、ダノンキングリー、ダノンプレミアム、フィエールマン、ブラストワンピースの計8頭となっています。続いてデータその3、宝塚記念組。その年の宝塚記念に出走していた馬の成績がいいです。今年の該当馬はクロノジェネシス、奇跡、カデナ、ブラストワンピースの4頭となっています。続いてデータその4、1年間未勝利の馬。天皇賞秋は1年以上未勝利の馬が馬券に絡むといったケースが多いです。2015年からは5年連続で馬券に絡んでいます。馬券に絡んだ馬のポイントとしては東京の重賞実績があることです。今年の該当馬で東京実績のある馬というところまで行くと、奇跡、スカーレットカラー、ダノンプレミアムの3頭となっています。続いてデータその5、日本ダービーかジャパンカップ好走馬。東京で行われる G1 は距離関係なく同じ馬が好走しているというケースが多くなっています。で、特にジャパンカップや日本ダービーで好走したことのある馬が天皇賞秋でも好走するというパターンがかなり多いです。で、今年の該当馬はアーモンドアイ、奇跡、ダノンキングリーの3頭がこのデータに該当しますので、注目の3頭となっています。続いてデータその6、前走1着馬。天皇賞秋は前走1着馬の成績がいいです。過去10年で見ると10頭が前走1着馬で馬券に絡みました。で、今年の該当馬はクロノジェネシスとフィエールマンの2頭となっています。で、ここまでがデータなんですが、もっと詳しくというか長めにデータを見たいという方はすでに1週前にデータ分析動画の方を出しておりますので、そちらの方の動画も参考にしていただければ分かりやすいかなと思います。それではデータはここまでで、ここからはまとめに入りたいと思います。今週の東京は雨予報はなくって、で、週末も晴れという天気予報で、競馬が行われます。で、先週も久しぶりに東京は晴れていて、で、両馬場で競馬が行われて、芝コースは、いつもの東京のように、内枠の先行馬が有利な馬場になりつつある傾向となっていました。で、1年の中でなぜか秋の東京開催が一番内側が有利という感じになるだけに、今年も内枠の先行馬には注目しておいた方が良さそうです。
で、そんなことも踏まえて私の本命は11番のダノンプレミアムにしたいと思います。で、まあこの馬は8枠に入ってしまったんですが、まあ、今年のメンバーだとおそらく先行する感じの競馬になりそうです。で、枠的にも逃げるのはダイワキャグニーで、まあ、奇跡は金層の競馬ぶりを見ると、まあ、後ろから行きそうな感じがします。で、あとは次男坊なんですが、ダノンプレミアムより外なので、無理やり逃げるか、まあ、控えるかというのの、まあ、どっちかになると思います。まあ、そんな感じの展開で決まれば、ダノンプレミアムは8枠でも内ラチ沿いを走ることができるかなと思います。さらに今回からブリンカーをつけて出走するので、まあ、そのことを考えても先行しそうな感じがします。一周前調教ではブリンカーをして追い切って、で、今週の調教はブリンカーを外して追い切りを行ったということを考えると、まあ、おそらくブリンカーをした方がいいと判断したと思われます。そして2番手に挙げたいのが9番のアーモンドアイと、まあ、やはりアーモンドアイは休み明けというのが一番パフォーマンスが高いようで、まあ、調教を見る限り状態というのはかなり良さそうです。で、2週前調教は秋華賞2着のマジックキャッスルと合わせて、で、先週は菊花賞3着のサトノフラッグと合わせて、まあ、余裕の手応えの先着をしていました。で、合わせた2頭とも G1 で好走したことからもアーモンドアイの凄さがそれでわかるかなと思います。今週は菊花賞を除外された3勝クラスのアンティシペイトと合わせたんですが、こちらも余裕の先着をしていました。で、アーモンドアイと合わせた馬が、まあ、活躍しているだけに、まあ、土曜日の京都10レースに出走するアンティシペイトの活躍にも期待できそうだし、アンティシペイトが楽勝するようならばアーモンドアイの化け物っぷりが、まあ、際立つといった感じになると思いますので、まあ、土曜日の10レースは皆さんも、まあ、このことを踏まえて注目しておいた方がいいかなと思います。で、去年の天皇賞秋は、まあ、1枠2番という絶好枠での快勝でしたが、まあ、今回は7枠となりました。安田記念で、まあ、久しぶりに出遅れたということを考えると、まあ、今回は内枠より外枠の方が安心できるかもしれません。12頭という小頭数なのも良かったかなと思います。で、これ以下は前走1着馬の6番のフィエールマンと7番のクロノジェネシスで、穴候補で3番のダイワキャグニーまでということで、東京は今週から B コース代わりとなっていて、間違いなく内枠の先行馬が有利になります。で、前走は去勢明けの休み明け初戦という不利な条件の中で2着と構想したので、叩き2戦目の今回はさらなる上昇に期待できそうです。ここ数走は道悪での構想だけど、プリンシパルステークスを1分58秒3で走ったように、もともとは高速馬場が得意な馬となっています。プリンシパルステークスぐらいのタイムで走ることができれば、まあ、天皇賞秋でも3着以内に入れる可能性は高いので、まあ、相手はかなり強いですが、枠順に恵まれた今回は、まあ、狙ってみたいという存在になります。じゃあ解明なんですが、アーモンドアイが人気になるということは間違いなさそうなので、他にも有力馬が多いだけに、アーモンドアイ絡みの馬券がどれだけのオッズになるのかというのがちょっと今の段階では読めない状況です。とりあえず現段階、今金曜日なんですが、現段階での買い目は馬連はアーモンドアイとダノンプレミアムの1点で、ワイドでダノンプレミアムとダイワキャグニーにして、あとは3連複を買おうかなといった感じの、予定にしておきます。なので買い目は馬連で9-11の1点で、ワイドは3-11の1点で、3連複で2等軸流しにして11-9から相手が3-4-6-7という4点、まあ、ここを今のところの段階では資金配分して買おうかなと
思っております。でまた当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減と、あとそのオッズ、アーモンドアイ絡みのオッズを、まあ、見比べてみて、でどの買い方がいいのかというのは、まあ、当日の直前までちょっと悩みながらやろうかなと思っておりますので、と当日15分から20分前ぐらいまでにはブログの方に最終的な決断をした買い目を上げようと思っています。とブログは私のツイッターをフォローしていただければ、ブログが上がればツイッターの方に記事が上がるようになっておりますので、まあ、よろしければツイッターをフォローしてください。 ID は概要欄に記載しておきます。じゃあこんな感じで2020年天皇賞秋の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。